日本標準時を刻む、親時計。現在の大時計は三代目明石市、中心部周辺の空中写真。1985年撮影の16枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。明石市は近畿地方の中部、兵庫県南部の明石海峡に面する都市。兵庫県東播磨県民局に区分されており、中核市に指定されている。本項目では、市制前の名称である、明石郡明石町についても述べる。市境は、ほとんどの部分が、神戸市でわずかに残る西側を、播磨町、加古川市、稲美町で分けている。神戸市への通勤率は 29.6% である。2018年6月、明石市役所は、次長の部長級職員が、部下に対して、常軌を逸した、暴力行為を行っていたと発表した。当該職員は、依願退職したが、刑事告訴はされていない。2017年6月14日夕方、泉市長が道路拡幅に伴う用地買収が進まないため担当幹部を市長室に呼び出し、立ち退きさせてこい。今日、火をつけて捕まってこい。燃やしてまえなどと暴言を吐いていたことが2019年1月28日に、判明した。泉市長は事実関係を認め、市長としてあるまじき行為で深く反省していると述べ、この幹部には同日、謝罪した。2018年8月、市内在住の両親が、当時生後2ヶ月の男児について、児童相談所から虐待を疑われて一時保護される事案があった。児童相談所は、この男児を乳児院に、長期入所させるよう神戸家庭裁判所明石支部に申し立てたが、2019年8月に同支部は虐待とは言えないとして申し立てを退け、さらに同年11月に大阪高等裁判所も児童相談所の抗告を棄却した。これを受けて男児は両親の元に戻されたが、両親は約1年3ヶ月間にわたり男児と離れて暮らすことを強いられる形となった。泉房穂市長は2020年9月に両親に会って謝罪し、第三者委員会を設置し問題点を検証するとしている。2019年2月1日、引き止める声もあるんですが、自分の発言に責任を取りたいとして辞意を表明し、市議会議長宛てに辞表を提出。翌2日の市議会臨時会で、全会一致で辞職に同意した。泉は3月17日に行われた出直し選挙で3回目の当選を果たした。詳細は泉房穂不祥事を三条市の出先機関郵便局、警察関連消防保健所図書館国の機関詳細は明石市議会を参照2019年兵庫県議会議員選挙2015年、兵庫県議会議員選挙2018年3月1日。現在の人口は 296,714 人。近年は人口減少傾向にあったが、2013年から連続で増加に転じている。明石市の中心部あたり、明石城跡旧、明石町と林崎村の区域である本町地区にある住宅地北、朝霧旧2丁目で撮影。明石市に編入される前の旧、大久保町の範囲である。大久保地区にある住宅地大久保町高級6丁目で撮影。明石市に編入される前の旧、魚住村の範囲である。魚住地区の町並魚住町清水で、撮影二見地区の町並二見町西二見で、撮影。1968年12月9日に姉妹都市連携を締結する。1981年8月29日に友好都市を連携する。海の町明石、山の町養父として、交流協定を結び、毎年、両市で市民交流が行われており、2005年5月15日に交流協定を締結した。津名郡東浦町、淡路町、北段町と明石、北淡路海峡交流懇話会を1998年10月21日に設立し、2005年4月1日に津名郡が五色町を除く全域が合併し、淡路市になったことから、明石市、淡路市海峡交流懇話会に改称する。明石市小裁判所。明石は、戦前から飛行機産業が盛んで、現在も飛行機製造メーカーや電子部品メーカーがある。阪神工業地帯、播磨臨海工業地帯の一つである。企業誘致に成功し、二見町南二見にある二見臨海工業団地には多くの企業が立地し、外国人労働者も多い。播磨南東部では、良質な米と水に恵まれ、江戸時代初期より酒造りが行われている。明石は神戸の灘に対し、西灘と呼ばれ、300年以上の歴史がある酒どころで、2019年、現在、明石市内に酒造業を営む蔵元が6事業所存在する。指定金融機関、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行2行による輪番制を長く続けてきたが、2019年7月より三井住友銀行単独となった。1975年から2008年まで、明石市内の公立高校入試において、総合選抜制度を実施していた。国立公立明石駅、北口西日本旅客鉄道山陽電機、鉄道計画中の鉄道かつては、明石市交通部が市内を運行していたが、2012年3月17日に廃止され、路線は新規バス、山陽バスにそれぞれ譲渡された。林崎漁港住吉神社魚住漁の棚商店街、明石港石橋間明石市立、天文科学館卵焼き2016年12月に、東京で開催された B-1 グランプリスペシャルに、明石市として出展。明石卵焼き広め隊を中心とした PR により、ゴールドグランプリを獲得し、明石市が、行きたい街住みたい街応援したい街ナンバー1に選ばれた。目前の播磨灘は古来から工業場として知られ、特に明石タコとイカナゴは全国的な名品として著名。市街地の中心にある魚の棚商店街などでは様々な海産物を購入できる。明石海峡大橋は神戸市垂水区からかかっている。ちなみに明石大橋は国道2号が明石川を渡る橋である。前述の通り、明石市の大部分が神戸市と隣接し、なおかつ神戸市との合併の話もあったことから、市外局番は全域が078がである。全域が市外局番が078は明石市のみである。また、兵庫県下においては、尼崎市、伊丹市、川西市、川辺郡稲川町とともに、市外局番が079。または 079X を採用していない。ありがとうございます。